アルフォンソ・フェレロ・ラ・マルモラは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、軍人、愛国者である。サルデーニャ王国首相、イタリア王国の首相を務めた。兄に同じく、イタリア統一に貢献したアルベルト・フェレロ・ラ・マルモラと、アレッサンドロ・フェレロ・ラ・マルモラがいる。ガリバルディ・トラ・マルモラの開港クリミア戦争でのら、マルモラ1804年11月18日トリノに、生まれ、 1823年にサルデーニャ軍に入隊。第一次イタリア独立戦争では、ペスキエーラの包囲で武軍を残し、少佐の地位を獲得した。また1848年8月5日には、サルデーニャ王国が劣勢に立たされていると知り、トリノで発生した市民暴動から国王カルロ・アルベルトを保護する。それら功績が認められ、 1848年10月27日には、ペローネ内閣で、サルデーニャ王国戦争大臣に任命された。その後、ジョベルティ内閣、ダゼーリョ内閣、カブール内閣でも、断続的に、サルデーニャ王国戦争大臣を務め、サルデーニャ王国が、イタリア王国に発展解消するまでに、計な度も、戦争大臣に任命されている。またその間には、 クリミア戦争にも指揮官として参戦し、サルデーニャ王国の国際社会における地位向上に貢献した。1859年には、第二次イタリア独立戦争に参戦。当初は前線で指揮に立っていたが、戦時中を鑑みて、カブールの大陣後は軍人でありながらも、サルデーニャ王国首相に就任する。戦時内閣を組閣し、トリノからサルデーニャ軍を指揮した。 なお、ラ・マルモラは、軍人出身者としては、最後のサルデーニャ王国首相であった。1860年、イタリア王国として統一が果たされた後はカブールに、再び首相の席を譲ると、プロイセン王国及び、ロシア帝国に、イタリア王国を国家承認してもらうためベルリンと、サンクトペテルブルグに赴いた。帰国後は、ナポリで、イタリア王国軍の注意を務め、 1864年からは第6.7代イタリア王国の首相を務めた。首相辞任後、ラ・マルモラはオーストリア・ハンガリー帝国に対抗するためのプロイセン王国との同盟を仲介し、第3次イタリア独立戦争勃発後は指揮を取った。しかしラ・マルモラはイタリア王国の優位性を生かせず6月23日のクストーザの戦いで敗北を喫し、 多くの批判にさらされて、失意のうちに軍人を引退した。1867年には、フランス軍のローマ遠征と強行領中頓に反対するためにパリに派遣され、説得に成功。1870年にイタリア王国がローマを占領した後は、新首都の王室中尉に任命された。1878年1月5日、フィレンツェで死去。ありがとうございます。